中山美穂さんの息子はダウン症で、その息子を捨てたなんて気になる噂があります。中山美穂さんは本当に息子を捨てたのか？そもそもダウン症の噂は本当なのでしょうか？現在の中山美穂さんと息子との関係などまとめてみたいと思います。アイドルとして人気が高くミポリンの愛称でも親しまれていた中山美穂さんですが、現在48歳でドラマ「黄昏流星群」では大人の女性の魅力がすごいと話題になっています。中山美穂さんには14歳の息子さんがいるのですが、ダウン症らしいという噂が出回っているようです。息子さんと思われる画像がありましたが、実はこれは子役の林龍河さんです。ネットでは中山美穂さんの息子さんだという間違った情報も出ていますが、実際の中山美穂さんの息子さんの画像は見つかりませんでした。息子さんはフランスで生まれ、現在もフランスで生活しているようです。画像が出てこないことからダウン症という噂が出始めたのではないかと思います。昔の中山美穂さんはアイドルとして可愛らしいというイメージが強かったのですが、最近は息子を捨てた母親というレッテルを貼られてしまったと言われています。2014年に離婚をした中山美穂さんですが、離婚理由が中山美穂さんの不倫にあったのではないかということから、息子を捨てて恋愛を選んだというイメージがついてしまったようです。パリでは専業主婦の割合が数パーセントとも言われていて、中山美穂さんが専業主婦でいるよりも日本で仕事を再開したいという気持ちが強くなったことも関係しているのではないでしょうか。不倫というイメージがついてしまい、子供を捨てたというマイナスのイメージになってしまいましたが、中山美穂さんの中でも本人にしかわからない葛藤などもあったのではないかと思います。2014年頃から離婚協議をしていて、親権は中山美穂さんではなく父親にあると言われています。ネットなどでは中山美穂さんが母親としての印象は良くないという声が多かったです。2016年からは中山美穂さんが活動拠点を日本に戻して女優やバラエティ番組などに出演しているため、息子さんには会っていない可能性が高いと言われています。もしかすると電話やメールなどでやり取りをすることはあるかもしれませんが、息子さんの気持ちを考えると不倫をして、旦那さんと子供を捨てたというイメージが強いので、距離を置いているのかもしれません。中山美穂さん自身もあまり子供について触れることがないので、息子さんとの関係ははっきりとは分かりませんが、あまり良好ではないと言われています。中山美穂さんはいつまでも綺麗で、あまりお子さんがいるというイメージがありませんよね。2004年に第一子の男の子が誕生していて、現在14歳です。名前はジュット君だそうですが、現在もフランスで暮らしているという情報があります。名前の由来は海外でも通じるように発音を重視したと言われています。中山美穂さんが離婚をした時に親権についても話題になりましたが、親権は父親である辻仁成さんが持っています。少し中性的なイメージもある辻仁成さんですが、1981年にエコーズというロックバンドを結成していて、今とは少しイメージが違います。ミュージシャンだけでなく演出家や映画監督としても知られています。辻仁成さんの手料理も SNS で話題になっていて、料理の腕前もすごいのだそうです。辻仁成さんの息子飯はどれも本当に美味しそうです。中山美穂さんの息子の父親の辻仁成さんは女優の南果歩さんの元旦那さんでもあり、南果歩さんとの間にも息子が一人いるそうです。ちょっと複雑ですが、今は中山美穂さんとの間に誕生した息子さんの良きお父さんとしてシングルファーザーで頑張っています。中山美穂さんと元旦那の辻仁成さんの馴れ初めも気になりますよね。
2001年に雑誌の対談で会った中山美穂さんと辻仁成さんはすぐに意気投合したと言われています。辻仁成さんがさよならいつかのヒロインにぴったりなのは中山美穂さんだと思っていて、雑誌の対談で会った時にやっと会えたねと言ったというエピソードなどもあります。出会って1年もしないで結婚して、2003年にはパリに移住しました。以前雑誌 D で中山美穂さんがパリでの生活をエッセイにして連載していたことがあります。パリにいた時は日本と違い、人の目などもあまり気にせずにごく普通の生活を送れていたようです。専業主婦で手芸なども楽しんでいたことをインタビューで明かしています。スピード結婚して子供にも恵まれ、パリで専業主婦なんて夢のようで羨ましいと思う方も多いのではないでしょうか。中山美穂さんと辻仁成さんもパリで幸せな生活をしていて順調なのではと言われていましたが、2014年に離婚しました。中山美穂さんは離婚について数年前から話していたと明かしていますが、離婚協議中に中山美穂さんが渋谷慶一郎さんと会っていたことから、中山美穂さんのイメージがかなり悪くなってしまいました。離婚の理由はいくつかあるようですが、好きな人ができたことが大きな理由だったようで、子供を捨てて自分が女でいることを選んだという印象が強くなってしまいました。また元旦那さんの辻仁成さんが結婚当初よりも中性的な印象に変わってしまったことに中山美穂さんが不満を持っていたとも言われているようです。中山美穂さんの気持ちもわからなくはないのですが、親権を争ったりもしていないことからあっさり子供を捨てたのではという声がネットでは多く見られました。アイドルミポリンのイメージから大人の女性という印象にすっかり変わった中山美穂さんについてまとめてみました。離婚や息子さんについては噂がいろいろ出ているようですが、本当の理由はご本人にしかわからないところもあるのだと思います。一度下がってしまったイメージを回復するのは大変かもしれませんが、最近では女優さんだけでなくバラエティ番組などで素の中山美穂さんを見られるのはファンの方にとっては嬉しいですよね。ドラマ「黄昏流星群」や今後もバラエティ番組などで活躍されるよう応援していきたいと思います。歌手として数々の伝説を残している中山美穂さんですが、長く目立った色恋ネタはありませんでした。次はどんな男性と交際するのか、きっと昭和から彼女を見守っていた方は興味津々だったことでしょう。そんな中山美穂さんについに新しい彼氏とのデート報道が出ました。そのお相手はモノラルというバンドのボーカルギターのアニさんです。まさかのバンドマンということで、いろいろな意味で衝撃的な報道です。中山美穂さんとアニスさんは1月24日の夜21時頃にアニスさんを自宅から連れて歩いてるところをフライデーに撮影されました。ミポリンは14年に作家でミュージシャンの辻仁成氏と離婚。ロン毛、音楽、堪能な語学、元夫の共通項が多いようにも思えるが、兄は彼女がセカンドバージンを捧げる相手なのだろうか。二人でそのままジャズバーまで向かい、お店を出たのは深夜の2時だったそうです。5時間も飲んだ挙句、酔ってふらふら君の中山美穂さんを、アニスさんは優しく支えながら歩いて行ったそうです。人目の少ない裏道からマンションに帰り、そのまま朝まで一緒に過ごしたとされています。カバー家とはなんて夫婦のようなルートですね。しかし、中山美穂さん本人はあくまで友達とし、交際はまだ認めてないようです。本人曰く、もともと自宅で過ごすのが好きで、家に人を呼ぶことは珍しいことではないそうです。また、アニスさんに嫁さんがいる話を振ると、家族ぐるみで仲が良い、と話されていました。中山美穂さんの年齢的に彼氏を隠すことはありませんが、
それよりも心配なのは不倫や略奪だと言われることですね。本当に何もない関係であると嬉しいですね。中山美穂さんはあくまで家族ぐるみの友達と表現しています。まだ彼氏だと確定したわけではありません。それにしても自宅からバーに向かい、そのまま自宅に帰るというルートは、いくら友達にしても仲が良すぎるような。少し前にベッキーさんと川八津さんの不倫が大きな話題になりましたが、その時は川八津さんの当時の嫁さんが週刊誌にラインを公開して、凄まじい展開となりました。今回のこの件で、アニスさんの嫁さんが何ともならなければ、平気ですが、怒ってしまった場合は中山美穂さんの立場が危ないです。それでもアニスさんも奥さんも海外文化の強い方なのです。友人の家に一晩泊まることぐらい容認してる可能性もありますね。価値観は人それぞれですから。ハーフのアニスさんと中山美穂様の関係ですから。普通の感覚で判断して誤解してしまうのはまずいですね。